プロ野球の人気を高めた大スターの一人である王貞治。現役時代は長嶋茂雄と共に ON4 を形成し、読売ジャイアンツの V9 に大きく貢献。一本足打法から放たれる打球は綺麗なアーチを描き、引退までに世界最多の868本のホームランを放ちました。そんな王貞治の素晴らしい点は野球の実力だけでなく、人柄の良さも備わっていることです。ファンへの対応が素晴らしかったのはもちろんのこと、多くの選手から尊敬を集めていました。しかし巨人でエースとして活躍していた江川卓は、王貞治からとんでもない発言をされたことを暴露しています。この発言は王貞治という人物からはとても想像できない発言です。王は江川に対しどのような発言をしたのか。今回は王と江川の関係について、そして王の人柄について迫っていきます。尊敬される世界の王。現役時代、読売ジャイアンツ一筋で野球をしてきた王貞治。盟友の長嶋茂雄と比較されながらも、努力と天性のセンスで絶対王者の読売ジャイアンツを作り上げていきました。監督としては万年 B クラスだった福岡ダイエーホークスを日本一に導く手腕を見せるだけでなく、 WBC で世界一に輝くなど名監督として存在感を示していました。監督退任後はソフトバンクホークス球団取締役会長、終身ゼネラルマネージャーを務めています。王が野球選手として傑出していることは周知の事実ですが、王が素晴らしかったのは人柄の良さも備わっていたことです。ここではいくつかエピソードを紹介します。大英監督時代、酒場で飲んでいた時、王は酔っ払ったおじさんに絡まれてしまいます。酔っ払いのおじさんは、チームが大事な時に酒なんか飲みやがって、何が世界の王だと王を罵倒します。その後、酔っ払いの連れの方が王に謝罪しに行くと、王はこのように発言したそうです。気をつけて送ってあげてください。私たちは皆さんの応援が何よりです。大英を応援してください。突然理不尽に絡まれ、失礼な発言をされたにもかかわらず、この神対応、穏やかで余裕のある心を持っていることがわかります。王の元奥さんが亡くなった際、葬儀には1800人ほどの参列者が訪れました。なんと王は参列した全ての人たちに直接電話し、感謝の言葉を述べたそうです。この時、王は大英で監督を務めており、大変忙しく、心身ともにストレスがかかっている状態でした。それにもかかわらず、これほどの対応ができるというのは、本当に誠実で真面目な性格ということがわかります。また王はファンをとても大切にしていたことでも有名です。球場に駆けつけたファンに対し、サインはできる限り断らないという心がけをしていたそうです。もし時間が確保できず、やむを得ず書けなかった場合でも、声をかけて丁寧に頭を下げていました。そんな王の謙虚で誠実な姿に、多くのファンは心を打たれたそうです。大スターでありながら傲慢にならず、ファンをしっかり大事にする姿勢は本当に素晴らしいですよね。バレンティンがシーズン本塁打記録を抜いた翌年、王はバレンティンの元を訪れています。そして60本塁打を放ったバレンティンに対し、おめでとう、今年も活躍してくださいとサインボールを送ったのです。バレンティンはこの対応に大感激。その場でツーショット写真をおねだりし、すぐさま自身のツイッターを更新しました。心から尊敬しているレジェンドが会いに来てくれて嬉しい気持ちでいっぱいです。自身の記録を抜いたバレンティンに対し、このような対応ができるのも本当に素晴らしいですよね。そしてあのイチローが尊敬する人として真っ先に名前を挙げたのが王貞治です。イチローは尊敬する人物を問われた際、このようにコメントしました。誰もが憧れる野球選手、人間としても憧れる野球界の先輩は王監督です。王貞治監督、王監督に会った人たちはみんな好きになる。僕に会った人は嫌いになる人も結構いる。野球界で真っ先に思い浮かぶのは王監督。このようにイチローは王の人間性、性格をべた褒め、尊敬する人はほとんどいないと公言しているイチロー。そんなイチローからこれほどの称賛をされるのは、やはり王の人徳があふれているからでしょう。これまで述べたように、王は野球の実力に優れていたことだけでなく、聖人な一面も持っていました。しかし実は王は畜生な一面があったというエピソードもいくつかあります。その被害に遭った一人が江川卓です。
果たして江川は王からどのような対応をされていたのでしょうか。江川への発言。巨人のエースとして活躍していた江川卓は、王貞治から辛辣な言葉を投げられています。江川が新人として入団した頃、食堂で食事をしていると、王が同僚と一緒に食堂に入ってきます。すると江川を見かけた王は、おい、嫌な奴が飯を食ってるぞと発言したのです。その後、あいつと一緒の部屋になるのは嫌だねと、同じ部屋になるのを拒む発言もしました。偉大な記録を残している先輩からこのような発言をされるのは本当にショックだったでしょう。こういった発言もあり、王は成人ではないと訴える関係者やファンがいるようです。ではなぜ王は江川に対しわざわざ傷つけるような発言をしたのでしょうか。それは江川が巨人に入団した経緯と関係しています。それは空白の1日事件と呼ばれています。当時の野球規約では、前年にドラフト会議で指名された選手は翌年の前々日まで他チームとの契約や交渉が禁止されていました。しかし1978年のドラフト会議は11月22日開催のため、11月21日の1日だけは野球規約が適用されない期間という解釈もできる状態だったのです。そこに目をつけた江川サイドが巨人に持ちかけて選手契約を結びました。この出来事は後に空白の1日と呼ばれるようになります。巨人に対して他の11球団からは野球協約の精神に反するという意見が続出し、コミッショナーは江川の選手登録申請を却下しました。それを受けて巨人の勝力徹オーナーは、巨人軍は重大決意のもとに明日22日のドラフト会議に出決いたしませんと声明文を発表。1978年のドラフト会議は史上初めて11球団での開催となりました。巨人の身勝手な行動に反発した4球団が江川を1位指名。抽選の結果、阪神が交渉権を獲得しました。ドラフト終了後にはコミッショナーが江川の巨人入団を認めず、阪神の交渉権獲得を認める裁定を発表しました。しかし当時は巨人を中心にプロ野球が回っていた時代。江川獲得の正当性やセリーグ脱退を主張する巨人に対する批判が強まり、今後のプロ野球運営に支障をきたす可能性が出始めました。危機感を感じたコミッショナーは、江川獲得という巨人の目的を達成させて問題の解決を図ることを決め、江川には一度阪神と入団契約を決めてもらい、その後すぐに巨人にトレードさせる形での解決を望むという強い要望を提示。阪神の球団社長は、王貞治を用意したとしてもトレードには出さないと反発し、トレードの確約を主張する江川と阪神の交渉はまとまることはありませんでした。しかし期限切れ直前に阪神側が折れた形で江川との入団契約を交わし、同日中に巨人の小林茂との交換トレードを発表。野球協約の盲点をつき、巨人のエースを阪神へと追いやった江川に批判が殺到してしまったのです。こういった経緯があったため、江川はマスコミやファンだけでなくチームメートからも距離を置かれてしまいます。そしてそれは王貞治も例外ではなかったのです。なぜなら王と小林茂はとても親しい関係を築いていたからです。空白の1日事件で小林茂が真っ先に電話した相手が王だったそうです。そして小林は王のことを求道者と呼び尊敬していました。小林はそんな王を見て自分の投球フォームを完成させました。世界一のバッターである王さんを抑えることができれば他の打者も抑えられるのではないかと考え、王の打撃練習を見学してはバッティングフォームを観察し、自身の投球フォームに落とし込んでいきました。そうして出来上がったのが、体を沈み込ませるようにして一本足の状態で一度深くためを作り、そこからための時間を調整して相手打者のタイミングを外すようにして投げるという投球フォームでした。手応えをつかんだ小林は1976年、1977年と2年連続で18勝を記録し、巨人のエースと呼ばれるようになります。細身の体をムチのようにしならせ、男気あふれる投球で打ち取っていた小林にファンは熱狂していました。そんな小林の鬼気迫る姿を一塁手として見守っていた王、自身の弟子ともいえる存在が空白の1日によって阪神に追いやられてしまった。そのことが許せず、王は江川に悪態をついてしまったのです。おい、嫌な奴が飯を食ってるぞ、あいつと一緒の部屋になるのは嫌だね
この発言はチームメイトだった小林を思っての言葉だったのです。この発言を肯定するわけではありませんが、江川に悪態をついてしまう王の気持ちも理解できるでしょう。やんちゃだった王貞治。江川の発言の他にも、王には成人とはかけ離れたエピソードがいくつかあります。ここではそちらについて紹介していきます。巨人の寮長は、若い頃の王は悪いやつだった。と語っており、王は大酒飲みで、門限破りの常習犯として目をつけられていたそうです。そして門限を破ってしまった王は、バレないで寮に戻るために深夜に木に登って部屋を出入りしたことがありました。若い頃とはいえ、かなりやんちゃなエピソードです。子供のしつけに熱心だった王は、娘がちょっとしたいたずらをしてしまった際、鼻血が出るまでぶん殴るという指導をしていたようです。いくら熱心だったとはいえ、鉄拳制裁とはかなり極端な育児ですよね。王には2人の娘がいましたが、男の子が欲しかった王は3人目の出産に立ち会い、その瞬間を待ち望んでいました。しかしまた女の子であったため、王は舌打ちをしてしまい、奥さんに怒られたそうです。男の子が欲しいとはいえ、せっかく生まれた子供に対し舌打ちするとは、かなり畜生なことがわかります。大英ホークスの監督だった王は、開幕戦で対戦するロッテの先発投手を3人候補に挙げていました。王は開幕戦を1年で一番大事な試合と考えており、エースを開幕投手とすることにしましたが、ロッテからは予想外の選手が開幕投手に選ばれてしまいました。その際、王は報道陣に、開幕投手には格というものがあるだろう。と不満をぶちまけてスポーツ紙の一面を飾ってしまったのです。内心を持っていても決して口にしてはいけない発言ですよね。このように成人な一面とはかけ離れたエピソードがある王貞治。世界の王にも人間らしさがあるとわかります。現役引退後、野球解説者やスポーツコメンテーターとして活躍している江川。王が WBC 野球、日本代表の初代監督を務め、世界一に輝いた際には、王さんの名采配で世界一になれた。と手放しで称賛しています。また江川が引退を決めた際、王は、ローテーションを中5日でやってきたが、それで無理というのなら中1週間、中10日間でもいい。と現役続行を懇願。監督としてメディアに対し辛辣なコメントを残していた王ですが、心の底では江川を信頼していたことがうかがえます。また江川は自身の YouTube チャンネルにて、王の打撃練習の様子を振り返りながら、30球打つとしたら26から27本をスタンドに入れる。みんな信用しないでしょうけど、本当に構えてパーンって打ったら全部スタンドに入る。そういう練習を僕は目の前で見たことがある。やっぱりすごいなと思って、ホームラン王って、そのぐらいすごいんだなと思いました。それが印象に残っています。と王の凄さを語っています。現在、特別チームアドバイザーを兼務する王貞治球団会長。83歳という年齢ながら未だに現場に行き、選手たちに積極的に指導する姿が見られます。北別府学、杉下茂と、また昭和の名選手が天国へ旅立ってしまいましたが、世界の王にはまだまだ元気な姿を見せていただき、野球界の発展に貢献してほしいですね。最後までご覧いただき、ありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。